フォングライム大将、機関を空軍総司令官に任命すると同時にその栄誉を称え元帥の位を与える。多大な重責が機関の創建にかかる。全空軍に喝を入れ将兵の目を覚まさせてくれ。空軍は失態続きだ、容赦は無用。弱者には死が待つのみだ。いわゆるヒューマニズムなどは坊主どものたわごとに過ぎぬ。憐憫の情は根源的な罪と言える。弱者への憐れみは自然に対する裏切り行為。強者は弱者を排除することによってのみ勝利を得ます。私はこの自然の掟に従い、決して弱者への憐憫の情を持たぬよう強いて努めた。内部の敵を情け容赦なく抑えつけ、外では異民族の抵抗を圧倒的な力で粉砕してきた。それしか手はない。例えば猿の社会では、群れに紛れ込んだよそ者は徹底的に排除される。猿でさえそうだ。まして人間の社会にあっては当然のこと。ヒムラーがリューベックで連合国代表に降伏を申し入れたとある。仲介はベルナドッテ伯爵。イギリスのラジオで流されたそうだ。ヒムラーか。よりによってなぜヒムラーなのだ。なぜあやつが。誰よりも忠実だった。最悪の裏切り行為だ。許せるぞ。ゲーリングの豚は、奴は最初から腐っておった。シュペーアメは理想主義者で世間知らずの芸術家。他の連中もそれぞれ似たり寄ったりだ。だがヒムラは、奴め頭がおかしくなったか。相当は病気か、あるいはもう死んでいると奴らに訴え、後継者を任じておる。すまんが、フォングライムとライチュ飛行士の3人にしてくれないか。それとフェーゲーラインにも来るように言え。中将は目下所在不明であります。所在不明？ヒムラーの復官ではないか。なぜおらんのだ。ここ数日見かけません。直ちに出頭を命じろ。